MSN メッセンジャーはインスタントメッセンジャーの一つで Windows および m a c i n t o s h 上で作動するソフトウェアである。MSN メッセンジャーを使用できない環境を想定してインターネットエクスプローラーなどのウェブブラウザ上で動作する MSN ウェブメッセンジャーもあった。中国を除く全世界では2013年3月31日に中国では2014年10月31日に スカイプに統合される形でサービスを終了している。文字チャットだけでなく、音声、映像チャットや、マインスイーパーフラグ等のゲームもできる。Windows 版では、バージョン8.0からは、Windows Live Messenger として提供されていた。MSN Messenger の7.5から、バージョン番号を引き継いでおり、互換性もあるため、実質的には、同じソフトの後継バージョンである。また、 マッキントッシュ版では、マイクロソフトメッセンジャーが提供されていた。一般のインスタントメッセンジャーと同じく、テキストボックスに文字を入力し、エンターキーを押すか送信ボタンを押すことによって、文字を送信することができる。シフトキーを押しながら、エンターキーを押すことによって、メッセージに改行を含めることもできる。なお、送信最大文字数は400文字。 会話絵メンバーを招待することにより、多人数で会話を行うことができる。スマイル、爆笑などの表情や、ハートマークなどを画像として、文字中に含めて送信することができる。絵文字は、標準で入っているものの他に、ユーザーオリジナルの絵文字を登録することもできる。マウスやタブレットで描いた絵を送信することができる。手書きメッセージは、ベクトルデータとして送信されるため、 相当量描いても送受信に時間はほとんどかからない。その代わり画像を使用したり複雑な描画処理を行うことはできない。もともとはタブレット PC 用の機能だったが、現在は通常の PC でも使用することができる。会話ウィンドウの右側に重央96ピクセルの画像を表示する機能。標準ではサッカーボール、ゴム製のアヒル、犬などから選択できるが、 絵文字と同じくユーザーオリジナルの画像を表示させることもできる。アニメーションを会話中のメンバー全員のディスプレイに表示するもの。アニメーションに合わせて音も鳴る。受信したメンバーの会話ウィンドウを最前面にして揺らすもの。標準設定では通常のメッセージ受信音より目立つので相手の注意を引くことができる。シェイクは 通常連続して送信することができないが、巷では連続送信の規制を解除するパッチが存在する。様々なファイルを送信および受信することができる。通常は1ウィンドウに3ファイルまでの制限がある。エグゼやピーフ等のファイルの送信は危険であるとみなされブロックされてしまう。なお、画像ファイルを送信しようとすると、承諾確認メッセージに、 画像の縮小プレビューを表示することができる。マイクカメラを接続することによって音声および映像で会話ができる。Mac でのマイクまたはカメラチャットは不可能。メンバーとインターネットを通じて様々なゲームを行うことができる。登録したメンバーをリスト表示することができる。相手によってグループに分けたりオンライン、オフラインのメンバーをまとめたりすることもできる。 通常はオンラインで他に取り込み中、一時退席中、退席中、電話中、昼休みがある。オンライン以外ではメンバーリスト上での表示が変わり、現在会話可能かそうでないかを視覚的に見分けることができる。オフラインにすると相手から見えなくなり会話を行うことができない。メンバー名の左にチャット中に表示されるアイコンが縮小して表示される。 ただし、会話ウィンドウを一度も開いていない人のアイコンは、デフォルトのアイコンが表示される。何らかの理由で、MSN メッセンジャーが強制終了すると、アイコンのキャッシュが削除されるので、すべてのメンバーのアイコンが、デフォルトのアイコンに初期化されてしまう。詳細なステータスを相手に伝えるのに使う。名前が会話にも表示されるのに対し、表示メッセージは、会話に表示されない。 例えば、アブクドという名前に、仕事中といったメッセージを追加することを考えてみた場合、これによってメンバリストを見るだけで相手がどういった状態であるのかがすぐにわかる。これまで表示メッセージ機能がなかった場合では、名前自体をアブクド仕事中のように設定していた。この場合では会話中でもアブクド仕事中の発言と表示されてしまい、 長いメッセージを組み合わせた場合に会話が見づらくなるという欠点があった。しかし、表示メッセージを仕事中と設定すると、仕事中といったメッセージはメンバーリスト及び会話ウィンドウのタイトルのみに表示され、会話がアブクドの発言のようにすっきり表示できる。ただ、欠点を挙げるとすれば、事項で述べる音楽表示と併用できない、代用していないクローンが非常に 多いことである。このため、現在でも表示メッセージと併用しつつ、従来のような、アブクド仕事中といった表記をするユーザーも存在する。Windows Media Player や iTunes で現在聴いている音楽を自動で表示メッセージにすることによってメンバーに公開することができる。Win, Up 等でもプラグインを導入すれば同様に、表示メッセージに設定することができる。 ホットメールにメールが届くと受信した旨のメッセージを受信元と共に表示することができる。またメンバリストウィンドウで受信トレイの未読メッセージ数を確認できる。ニュース、天気、路線情報や占いなどの最新情報をポップアップで表示することができる。サインイン時に MSN のサイトを表示する機能。なお、設定でオフにもできる。最近になり、 MSN メッセンジャーは様々な拡張が行われ、完全な互換クライアントの開発は非常に難しいとされる。http://www.microsoft.com/.downloads/.details.aspxfamily と ="cf49c56c-8". B3E-4A-9904 から 9505F47 ベッド 45& ディスプラロングイコール JA。ありがとうございます。